はい、皆さん、こんにちは。マーチーゲーミングへようこそ。今日はアマングアスをやっていきたいと思います。アマングアスは私たちの間にっていうことなんですが、人狼ゲームみたいなゲームだということで、ちょっとやっていきたいと思います。で、今回オンラインから入って、グループを適当に選びました。すると、こうやって待合室に呼ばれて、しばらくすると、シッという表示が出ます。で、今回私はクルーメイトです。で、クルーメイトは、この船内のタスクを一つずつこう、こなしていかなきゃいけない役割と、あとは、インポスターという詐欺師が誰であるかということを見て、みんなに知らせるという役割があります。で、この場合、今、デッドボディが見つかった、死体が見つかったぞってことで、誰かが、リポートボタンを押して、リポートをしてくれたんですよね。で、今、みんなと話し合ってます。イエローが怪しいとピンクが言っていましたので、今、イエローに票が集まっていました。そして彼は一番票が集まったので、今、排出されて、結局彼はインポスターだったので、私たちが勝利ということだったんですよね。こんな感じで、このゲームは誰がインポスターであるかということを探していくゲームになります。で、第2ラウンド、私はインポスターになりました。インポスターの役割は他のクルーたちをどんどんキルしていく役割になります。なので人にバレないように、まあ、キルしなきゃいけないんですけど、こうやって今、vent っていうところに入ってきましたが、これは排気口という意味です。で、排気口の中にどんどん入って、いろいろな場所に一瞬で移動することができます。で、こうやってどんどん見ながら行くんですけれども、今私この人キルしましたが、完全にこのイエローの人に見つかってしまったんですよね。なので、今ディスカースってありますが議論中です。で、私今回グリーンだったんですけど、緑色ですね。なんですけど、グリーンがもう完全に見られてますので、グリーンインポスターというふうに言われています。で、私一応ノーって言ってみたんですけど、まあ、完全に見られてますので、it's me と。結局白状して。で、私が一番票が集まりましたので、こうやって排出されました。player was the imposter ということで、私が今回 defeat。負けという結果になりました。で、私の頭の上の表示がプレイヤーになっていましたが、自分で名前が変えられるので、今回はマーチにしました。で、新ラウンドです。今回の役割はというと、インポスターですね。詐欺師になります。で、詐欺師なので他のクルーをどんどんこう、キルしていかなきゃいけないんですが、ちょっとヘマをこかないようにですね、いろいろ、工夫したいと思っていたところ、最初に集まったところの真ん中のテーブルに赤いボタンがあったんですが、あれを押してイマージェンシーミーティングでみんなを招集した人がいましたね。ただ、何の情報もないのに、むやみやたらに押したとしても、みんな、what? 何っていう感じで、何なのって感じになっちゃうので、用がない時は特に押さない方がいいかなとは思います。エマージェンシーボタンは押すとまたしばらくしないと押せないようになってしまうので、そこも注意のポイントです。で、no one was ejected ですね。誰も排出されませんでした。で、私がまた行きましたね。うろうろし始めましたが、一人でいる人を探しつつ、ちょっとキルするタイミングを測っているところです。で、なかなかですね、こうやって歩いていても、人に出会わないことがあって、いないなと思っているところ、いました。ジョン。やっつけましたね。私、キルしました。で、私、この時ですね、やべえやべえと思いながら、ちょっと遠くに逃げているところです。で、遠くに逃げつつ、そしたらまた、このパープルの彼がいましたね。で、この人がですね、上の方に行ったんですが、あんまり追いかけても、あれ、この人なんか怪しい動きしてるって思われてしまうので、追いかけすぎない方がいいみたいです。で、なんとなくベントに入ろうとしたら、そういえば緑の彼がいたと思って、入るのをやめつつ、ちょっと焦りながら、というところで、今、デッドボディが見つかったよってことで、表示がありました。で、これなんか、ちょっと私、今回よくわからなかったんですけど、1人しか倒してないのに、なんか6人倒されたという表示になっていて、で、誰?みたいな感じで、私、言ってみたんですよね。Who? と言ってみたんですが、完全にちょっと私怪しかったみたいで、私に票が一番集まって、結局私が排出されました。そして私は負けという結果ですね。はい、で次のラウンドです。で、次なんですけど、今度はクルーメイトになりました。乗組員です。なので、殺されないように、かつ仕事の、タスクをこなしながら、
逃げていくことになります。で今回なんか赤色のジョンがですねめっちゃ追いかけてくるんですよね。であまりに動きが怪しいので私てっきりジョンがインポスターだと思って、でこれは怪しいと思いながら必死にこの時逃げてます。なんかもう殺されるんじゃないかと思ってめっちゃ逃げてたんですけど、でそういう時はなんか人がいるところに行った方がキルされないと思うのでいろいろ探しながら行ってました。するとエマージェンシーミーティングがありましたね。レッドが押しましたボタンを。でこの時まあどうしたのみたいな感じでみんな情報を聞き出そうとするんですが、するとこのパープルの彼が I watched the black vent out って書いてあるので排気口から黒色の人が出てくるのを見たと。で OK ってことでまあみんな信じて、で黒に票が集まって、で結果的にブラックのこの彼が排出されたと。でインポスターだったっていうことだったので、あれさっきのじゃジョンは何みたいな感じだったんですけど、赤い彼は何みたいな。でまあただ追いかけてきていただけのジョンだったんですが、でこれ次のラウンドです。これは同じメンバーで行っています。さっき あのラウンドの直後なので、なので同じルームの同じメンバーでまた再び違うラウンドを行っているところです。それとジョンがまたねなんか追いかけてくるんですよね。で私はクルーなのでタスクをしようとしたら、ここでなんと今回ジョンが本物のインポスターでした。で先ほどやられた私のデッドボディ死体がですね誰かに見つかって、でエマージェンシーボタンを押してミーティングをしているというところです。でまあどこでみたいな感じで情報を集めてるんですが、この黒の彼が J ウォーフって言ってるんですよね。この J ウォーフは実はパープルの人です。で私を殺したのはグリーンのジョンなので違う人なんですよね。なので今回は J ウォーフとジョンに票が同票集まって、結果今回は誰も排出されないという結果に終わりました。なので緑色の私を殺したジョンが今回生き残ったということなんですよね。でちょっと私ゴーストになったのでジョンをちょっと追いかけて見ております。でゴーストになった後もこの船内のタスクは別にできるそうです。ちょっと今回やらなかったんですけど、ちょっと私は今回はジョンをね追いかけつつ、彼がどんな動きをするのかずっと追いかけて見て回っておりました。でこの後ですね、ここのカフェテリアで薄い水色みたいな彼をバシッとキルしてしまいます。そこに J ウルフがやってきました。おそらくこの J ウルフは見ています彼を。で J ウルフはリポートボタンを押してみんなを招集してディスカッションしているところです。で J ウォーフがこの後言うんですよね、ジョンがそのデッドボディのそばにいたよ、だけど彼はみんなを招集してリポートボタンを押さなかったよって言います。だけど一方でジョンはジョン・ウォーフ is the imposter ということでジョン・ウルフだというふうに言うんですよね。で今回は誰も排出されなかったということで、またもやジョンは生き残ることができました。で残りわずかになっているところでジョンはこうやってカフェテリアの中をうろうろしたりしていますね。で J ウォーフは正しいことを言ったにもかかわらず信じてもらえなかったので、結局ジョンは生き残ることになっております。でこの後ですね、なんとカフェテリアに来た J ウォーフをなんとジョンが倒してですね、彼の勝ちという結果になったんですよね。すごく面白い回でした。というわけで今回はアマングアスをやってみました。まだサボタージとかいろんなやっていないボタンとかがあるので、ちょっとそちらはまた別の回にやってみたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。